ラファエロ・サンティの肖像と、ガラテーヤの勝利がデザインされている50万リラ紙幣。ラファエロ・サンティは、正規ルネサンスを代表するイタリアの画家、建築家。一般的には単に、ラファエロと呼ばれ、日本では、ラファエッロ、ラファエルロなどという表記の揺れが見られる。ラファエロの作品は、その明確さとわかりやすい構成とともに、雄大な人間性を歌うシンプラトン主義を、 美術作品に昇華したとして高く評価されており、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロと共に、聖キルネサンスの三大巨匠と言われている。ラファエロは異例なほどに大規模な工房を経営しており、37歳という若さで死去したとは考えられないほどに、多数の作品を制作した。多くの作品が、バチカン四国のバチカン宮殿に残されており、特に、 ラファイロの間と創称される4部屋のフレスコ画は、ラファイロの最盛期作品における最大のコレクションとなっており、最も有名な作品の一つのアテナイの学堂も、ラファイロの間のうち、署名の間と呼ばれる部屋のフレスコ壁画である。ローマでの活動時代初期に描かれた作品の多くは、デザインこそ、ラファイロのものだが、下体以外の大部分は、工房の職人が手がけたもので、 ラファエロが最後まで自身で手がけたものよりも品質の面で劣ると言われている。ラファエロは存命時から高い評価を受けた影響力の高い芸術家だったが、ローマ以外の地ではラファエロの絵画やドローイングを元にした版画でよく知られていた。ラファエロの死後、年長だが長命を保ったミケランジェロの作品が18世紀から19世紀に 至るまで西洋絵画界により大きな影響を与え続けたが、ラファエロの穏やかで調和に満ちた作品も非常に優れた模範的作風であると評価されていた。マニエリス向きの画家、電気作家、バザーリの著作、画家、彫刻家、建築家列伝の記述を講師として、ラファエロのキャリアは3期に大別されることが多い。ウルビーノで活動していたキャリア初期、 フィレンツェの伝統的絵画の影響が見られる1504年から1508年にかけての4年間、そして死去するまでの二人のローマ教皇とその側近に、緊密な講演を受けていたローマでの輝ける12年間で、ある。天使に支えられるキリスト、ラファエロの父、ジョバンニ・サンティの作品1483年に、ラファエロは、小国だが、美術史上重要な中央イタリアの都市国家、 ウルビーノ皇国に、ウルビーノ皇宮廷画家、ジョバンニ・サンティの息子として生まれた。傭兵隊長として活躍し、ローマ教皇シクスティス4世から、ウルビーノ皇爵を乗釈した、ウルビーノ皇、フェデリーコ3世は文人を庇護した君主で、フェデリーコ3世の元当時のウルビーノ宮廷文化は、高い評価を受けていた。 フェデリーコ三世はラファエロが誕生する一年前の1482年に死去しており、当時のウルビーの宮廷では芸術よりも文学の方がより重視されていた。ラファエロの父・ジョバンニは画家であると同時に、フェデリーコ三世の生涯を物語る陰文詞を書き上げるほどの一種の指的才能も持っており、宮廷の出し物として上演される仮面劇の脚本と、 舞台装飾を手掛けることもあった。フェデリーコ3世に捧げたジョバンニの力は、当時美術の最先端だった北イタリアの画家たちと、初期フランドル派の画家たちに強い興味を持っていたことが、伺える。他国の宮廷と比べて、小規模だったウルビーの宮廷だったがゆえに、ジョバンニは、他国の宮廷画家たちよりも、君主一家とより、親密な関係を築いていたと考えられている。 フェデリーコ三世の後を継いで、ウルビーの公爵となったのは、息子のグイドバルドである。グイドバルドは、小国とはいえ当時のイタリアで、最も音楽と芸術が盛んだった、マントバの君主フランチェスコ二世の妹、エリザベッタ・ゴンザーガと結婚した。このお君主夫妻の下で、ウルビーの宮廷は、フェデリーコ三世当治時と、同じく文学の中心地であり続けた。 高い文化的水準を有するウルビーの広告宮廷での生活を通じて、ラファイロは洗練されたマナーと社交的性格を身につけていったとバザーリは記している。1504年からバルダッサーレ・カスティリオーネがウルビーの宮廷に出資しており、カスティリオーネは人文主義あふれるウルビーの宮廷での生活をモデルとして、後の上流階級層の規範となる著作。 宮廷人を1528年に出版している。カスティリオーネが、ウルビーの宮廷に使い出した1504年には、すでにラファエロは、ウルビーの宮廷を主たる、活動の場とはしていなかったが、それでも、ウルビーの宮廷にはよく顔を出しており、カスティリオーネとも良き友人関係を築いた。その他にもラファエロは、ウルビーの宮廷を訪れる多くの知識人たちと、親しく交わっていた。 特に著名な文学者だったベルナルド・トビチとピエトロ、ベンボは、高年両者とも数奇鏡に任せられて、ローマに滞在し、同じく高年ローマに移住したラファエロと信仰を持ち続けた。生涯を通じてラファエロは、上流階級との交際が巧みで、このことが、ラファエロの画家としてのキャリアが、順風満帆だったと思わせる要因の一つとなっている。 しかしながらラファエロは十分な人文主義的教育を受けておらず、ラファエロが上流階級の共通言語である、ラテン語に不自由しなかった理由はよくわかっていない。ラファエロが10歳代で描いた自画像と言われている。ラファエロの母マージアは、ラファエロが8歳の1491年に死去し、その後再婚していた父ジョバンにも1494年8月1日に、 死去している。11歳で孤児となった、ラファエロの後見人となったのは、唯一の父方のおじで、聖職者のバルトロメオだった。バルトロメオは、後年になってから、ラファエロの義母に告訴されることになる人物である。バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝によれば、ラファエロは、幼少の頃から、 芸術の才能を見せ、宮廷画家だった父の仕事の大きな手助けになるほどだった。10代で描いたと言われる美しいドローイングの自画像からも、その芸術的才能の片鱗が伺える。ジョバンニの死去後もその工房は続いており、おそらく義母と協力して、幼少のラファエロも工房の経営に何らかの役割を果たしていた。当時のラファエロは、ウルビーノで、 宮廷画家を務めた、ウッチェロや、1498年まで、ウルビーノに近いチッタディ・カステッロで活動したシニョレッリの絵画作品を目にする機会を得ることができた。バザーリの伝記では、父ジョバンニが、母親の嘆きを振り切って幼いラファエロを、ウンブリア派の画家ペルジーノの工房に、弟子入りさせたとなっている。ただし、この弟子入りの記録については、バザーリの画家、彫刻家、 建築家列伝が唯一のものである。母親が存命児であればラファエロは最年長だと仮定しても8歳となり、弟子リスルには8歳という年齢はあまりにも若すぎるのではないかとして、バザーリの記述を疑問視する研究者もいる。他に1495年からウルビーの宮廷画家となったティモテオ・ビティの下で、 ある程度画家としての修行を積んだのではないかとする説もある。いずれにせよ、ラファエロが1500年頃にペルジーノの下で少なくとも助手の立場にあったということで、現代の美術史やの見解はほぼ一致している。当時のペルジーノはペルージャとフィレンツェに工房を持っており、おそらく他にも2カ所で常設の小工房を経営していたと考えられている。 聖母の婚礼へブレラ美術館所蔵。ラファエロがキャリア初期に描いた祭壇画の中で最も洗練された作品と言われる。ラファエロの初期作品におけるペルジーノの影響は明らかでおそらくはラファエロほどに死の教えを吸収できる才能を持った弟子はいなかったとされている。10代のラファエロにペルジーノは助手としてペルージアの婚礼所デルカンビオの 新聞の間のフレスコ装飾に助手として参加させるなど、ラファエロの画風の形成に大きな役割を果たした。バザーリの伝記では、この時期のラファエロとペルジーノの作品を区別することは不可能だとしているが、現代の美術シ家たちは、ペルジーノやその工房の作品からラファエロが手掛けた箇所を判別するのは容易だと考えている。作風はともかくとして、 顔料の厚塗り手法、油性ワニステン食材の使用、衣服の陰影表現などの技法は酷似しているが、人物の肉体表現については、ペルジーノが、はるかに戦略であるとしているのである。ペルジーノの作品も、ラファエロの作品も、ワニスに混ぜた、角の樹脂が、作品表面のひび割れの原因となっていることが多い。ラファエロが、 途定期間を終えて、マスターとして登録されたのは1501年のことで、ある。記録に残るラファエロの最初期の作品は、ペルージャとウルビーノの中間にあるマチ,チッタディ、カステッロのサンタゴスティの教会の礼拝同様に、描いた、バロンチの祭壇画である。1500年に注文を受け1501年に、完成した、この作品は、現在では、 数点の断片とした絵が残るのみとなっている。その後の数年間に各地の教会からの依頼で絵画を制作しており、ナショナルギャラリー所像のモンドの卓形図、ブレラ美術館所像の聖母の婚礼、バチカン美術館所像の聖母大館の祭壇画などが現存している。ラファエロはこの時期にフィレンツェをよく訪れており、ペルジーノの影響がいくらか見られるものの、 独自作風で描いた大規模な作品がフィレンツェに残っている。また、美しい小作品も多数制作している。それらの小作品の多くはおそらく、ウルビーノ宮廷の美術愛好家からの注文によるもので、コンデ美術館所蔵のサンビシン、ルーブル美術館所蔵のセミカエルとリュなどが有名な作品となっているほか、聖母、マリアや、 聖母子をモチーフとした作品や肖像画もこの時期から描き始めている。1502年にラファエロはペルジーノの弟子でラファエロの友人で極めて優れたデッサンの技量を持つ芸術家ピントリッキオの招きでシエーナを訪れている。この時のシエーナ訪問の理由はピントリッキオが手掛ける作品のデザインの手助けをラファエロに求めたためで現在 シエナ大聖堂のピッコロミーニ図書館に残るピントリッキオのフレスコ壁画のデザインだった可能性が高い。ラファエロは画家としてのキャリア初期から絵画制作注文を多く受けていた。ベルベデーレの聖母美術史美術館所蔵、レオナルド・ダヴィンチが創始した三角の構成で聖母子が描かれている。ローマに落ち着くまでのラファエロは放浪の人生を送った。 北イタリアの様々な主要都市で絵画を手掛け、フィレンツェでは1504年頃からかなりの長期間にわたって滞在している。しかしながら、1504年から1508年のフィレンツェの公式記録によれば、ラファエロは常時フィレンツェに居住していたわけではない。また、ウルビーの講師からフィレンツ行政長官へ当てた1504年10月の 日付が入った書簡が残っており、この書簡の持参者はウルビーノの画家ラファエロです。芸術的才能にあふれるこの青年はフィレンツェでさらなる修行を行うことを決めました。彼の父親は極めて立派な人物であり、私も非常に尊敬しています。その息子はとても聡明で礼儀正しいことに定評がある青年で、私も彼に 大きな愛情を抱いています、と記されている。ラファエロは、ペルジーノの下で修行していた頃から、最先端のフィレンツェ美術を取り入れつつ、自身の作風を確立していった。1505年頃に制作された、ペルージャのフレスコ画には、バザーリが、ラファエロの友人と書いているフィレンツェの画家フラ、バルトロメオの影響を受けたと思われる、新しい作風の人物像が描かれている。 しかしながら、この時期に、ラファエロが描いた作品に最も直接的な影響を与えたのは、1500年から1506年にかけて、フィレンツェに戻っていたレオナルド・ダ・ヴィンチだった。レオナルドの作品の影響のもとラファエロが描く人物像は、より生き生きとした、複雑な姿勢をとったものへと変化していった。ラファエロが描く絵画は未だ平穏なものが多かったが、 ラシンで争う男性のデッサンなどは、フィレンツェで修行を重ねたこの時期に熱中したものの、一つである。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた、レダと白鳥をラ・ファイロが模写したドローイング。ロイヤルコレクション所蔵。レオナルドのオリジナル作品は現存していないが、他の画家による複製が数点残っている。他にも、レオナルドのモナリザを真似たと思われる、斜め前を向いた。 三角の構成で若い女性を描いたドローイングがあるが、作風は完全にラファエロ独自のものと言える。また、レオナルドが創始した、聖家族、聖母子を三角の構成で描く手法もラファエロは取り入れており、この構成で描かれた聖家族や、聖母子は、ラファエロの絵画の中でも非常に有名な作品が多い。 イギリス王室のロイヤルコレクションが所蔵するラファエロが模写したレオナルドのレダと白鳥のドローイングがありラファエロのアレクサンドリアの聖カタリナのカタリナのポーズはレオナルドのレダと白鳥に描かれているレダのポーズを真似ているまたレオナルドが完成したと言われる絵画技法のスフマートもラファエロは自身の技法として昇華しており微妙な人体表現や人物相互の 感情表現として、レオナルドのスフマートよりも自然な形で作品に取り入れた。このような最先端の絵画技法を取り入れながらも、ラファエロの作品から、ペルジーの由来の柔らかで成長な光が消えることは、なかった。レオナルドはラファエロよりも30歳年長で、当時ローマで活動していたミケランジェロはラファエロよりも7歳年長だった。ミケランジェロはレオナルドを嫌っており、 高年ローマで活動したラファエロのことも自分に対して陰謀を巡らす若造としてさらに嫌っていた。ラファエロはすでに多くの作品をフィレンツェで描いていたが、その後数年で全く異なる方向性の作風に移行しつつあった。古代ローマのサルコファガスの装飾彫刻にヒントを得たとも言われるボルゲーゼ美術館が所蔵する祭壇が中央パネル。 キリストの埋葬の画面際全部には様々なポーズをした人物が多数描かれている。美術史家、ハインリヒ・ベルフリンは、ミケランジェロの聖家族に描かれている聖母、マリアの影響が十字架効果の画面右端でひざまずいている女性に見られるとしているが、その他の人物構成はミケランジェロ、あるいはレオナルドの作風とは全く別物である。 完成当初から注目され、後年になって、ボルゲーゼ家によって、ペルージャへと持ち去られた、キリストの埋葬は、ラファエロ独自の作品として評価されている。そして、ラファエロは、ルネサンス美術の特徴とも言える、古典主義への興味を徐々に失っていったのである。ラファエロをローマへ招き、重要なパトロンとなったローマ教皇、ユリウス2世の肖像ナショナルギャラリー所蔵。 ラファエロの肖像画の中でも最も高く評価されている作品の一つ。1508年の終わり頃にラファエロはローマへと今日を移し、結果として残りの生涯をローマで過ごすこととなった。ラファエロがローマを訪れたのはローマ教皇ユリウス2世からの招きによるものであり、おそらくは当時サンピエトロ大聖堂の建築を任されていた建築家で、 ウルビーノ近郊のラファエロの登園ではないかと考えられているドナトブラマンテからの推挙によるものだった。ローマ教皇の招致を受けてからも数ヶ月間ローマで春春していたミケランジェロとは違って、ラファエロはすぐさまバチカンへと向かい、バチカン宮殿のローマ教皇となる専用図書室のフレスコ壁画制作依頼を受けた。 このローマ教皇からの絵画制作以来は、ラファエロにとって、それまでにないほどの極めて重要なものだった。専用図書室には、複数の部屋があり、すでに他の画家が弟子たちと共に、内部装飾を手掛けている部屋もあった。これらの部屋には、数奇教時代のユリウス二世と激しく対立していた、先々代のローマ教皇アレクサンデル六世の、 出資による壁画や紋章などがすでに描かれていた。ユリウス2世による図書室の装飾は、これらアレクサンデル6世の痕跡をバチカン宮殿からすべて消し去ることを目的としていた。アテナイの学童バチカン宮殿、ラファエロの間の署名の間に描かれたフレスコ壁画。4部屋で構成されるバチカン宮殿の通称、ラファエロの間のうち最初に手掛けられたのは、 署名の間と呼ばれる部屋である。ラファエロが署名の間に描いたフレスコ壁画は、アテナイの学童パルナッスス山、生体の論議などで、当時のローマ画壇に衝撃を持って迎えられ、現在においても、ラファエロの最高傑作とみなされている。残りの3部屋にはすでにペルジーノやシニョレ・リラによるフレスコ壁画が描かれていたが、 ラファエロはこれらの壁画を上書きすることを命じられた。これら3部屋のすべての壁面、中には天井にもフレスコ画が描かれているが、制作の進行とともに、ラファエロ自身がフレスコ画に携わる割合は徐々に減っており、ラファエロが率いていた工房の熟練画家たちが手掛けた部分が多くなっている。 1520年のラファエロの死去後に完成した最後のボルゴの火災の間ではデザインにもラファエロはほとんど関係しておらず大部分が工房の画家たちによって描かれたラファエロの間の依頼主であるユリウス2世は1513年に死去したがラファエロはメディチケ出身の時代ローマ教皇レオ10世とも さらに良好な関係を築き上げ、ラファエロの間の壁画制作も引き続き、レオ十世のもとで続けられた。署名の間のアテナイの学童に描かれた哲学者、ヘラクレートス。当時、システィーナ礼拝堂天井画を手掛けていたミケランジェロが、モデルとなっている。ラファエロが、ラファエロの間のフレスコ壁画制作過程において、当時ミケランジェロが手掛けていた。 システィーナ礼拝堂天井画に影響を受けていることは明らかである。バザーリの著述によると、1511年にブラマンテがこっそりとラファエロをシスティーナ礼拝堂へと連れて行き、ミケランジェロが用いていた足場を解体して天井画で最初に完成していた箇所をラファエロに見せたと、なっている。ミケランジェロが描き上げたシスティーナ礼拝堂天井画は、 その後数百年にわたって他の画家たちをおじけづかせるに十分たる圧倒的な作品だったがラファエロは誰よりも早くその影響を自身の絵画に取り入れただけではなくおそらくは他の誰よりもミケランジェロの作風を消化できた芸術家だったアテナイの学堂にはミケランジェロの肖像が哲学者ヘラクレートスとして描かれておりラファエロの間に描かれている その他の人物像にも、システィーナ礼拝堂天井画に描かれた巫女や、裸体の青年からの影響が見られる。しかしながら単なるミケランジェロの模倣にはとどまらず、ラファエロ自身の作風とミケランジェロからの影響が、混然一体となった作品として仕上がっている。ただし、ミケランジェロはラファエロが、 自分の絵画を盗作したと非難しており、ラファエロが死去した後にも、彼の芸術に関する知見は、すべて私から得たものだという不満に満ちた所感を残しているが、当時の第三者からの評価はおしなべてラファエロに、好意的なものとなっている。非常に、大規模で、複雑な構成を持つラファエロの間のフレスコ壁画は、古典、古代様式を発展させた聖キルネサンスの、 絵画中でも屈指の作品群とされている。イギリス人美術史家、マイケル・レビィはその著書で、ラファエロは自身の作品の人物像にユークリッド幾何学のような超人的、生命さという傘を与えたとしている。ラファエロの間のうち最初に手がけられた2部屋のフレスコ壁画の質はほぼ完璧と言っていいほどに高いが、工房の画家が中心となって完成した残り2部屋の フレスコ壁画については、特に見る者への訴求力において、完全に成功しているとは言えない。ローマ教皇、レオ十世と二人の数奇教、ウフィッツイ美術館所蔵。背後に描かれている数奇教は、ジュリオデ・メディッチとルイージ・デロッシである。ローマ時代のラファエロは、バチカン宮殿、ラファエロの間のフレスコ壁画制作に、多くの時間を取られていたが、他の作品も残している。 肖像画では、ラファエロの主要なパトロンだった二人のローマ教皇、ユリウス二世とレオ十世の肖像画が重要で、特にユリウス二世を描いた作品は、ラファエロの最高傑作の一つとみなされている。また、友人であるバルダッサーレ・カスティリオーネの肖像画や、ローマ教皇庁の関係者を描いた肖像画もある。外交手段として、他国の君主へと贈呈された。 ラファエロの作品もあり、フランス王・フランソワ一世は、ナポリオ王妃、ジョバンナ・ダラゴナの肖像画など、ローマ教皇から2点の絵画を贈られた。ただしこの肖像画は、下絵となるドローイングは、ナポリへと使わされた弟子によるもので、実際の絵画制作もほとんどの部分が、ラファエロ自身ではなく工房の作品と考えられている。その他ラファエロは、不裕な銀行家で、 ローマ教皇の財務担当だったアゴスティのキージのために、キージの別宅の内装フレスコ画のデザインを手掛け、ガラテアの勝利などを描いている。また、サンタマリアデラパーチ教会とサンタマリアデルポポロ教会の二つの教会の礼拝堂にフレスコ壁画を描いた。ローマ時代のラファエロが、ラファエロの間のフレスコ壁画の他に、ローマ教皇の依頼で手掛けた。 ラファイロのカルトンと呼ばれる重要な有罪画がある。これはシスティーナ礼拝堂の装飾に使用するタペストリのデザイン画として聖パウロと聖ペテロの生涯をモチーフにラファイロが描いた連作である。当時10点描かれた作品のうち現存する7点をイギリス王室のロイヤルコレクションが所蔵しており、現在は ロイヤルコレクションからの太陽絵画として、ロンドンのビクトリアアルバート博物館に展示されている。完成したラファエロのカルトンは、オランダの芸術家、ピーテル・ファン・アールストの工房で、タペストリとして織り上げるために、ブリュッセルに送られた。おそらくタペストリは1520年に、ラファエロが死去する直前に完成し、完成したタペストリを、ラファエロも目にした可能性がある。 ラファエロは、バチカン宮殿の中庭に通じる長い回廊のデザインと壁画も手がけており、このロッチアは、ローマ風のグロテスク様式で装飾されている。また、ボローニャ美術館所蔵の聖セ,セシリアの宝閲や、アルテマイスター絵画館所蔵のシスティーナの聖母といった重要な祭壇画も残している。ローマで死去したラファエロの遺作であるとともに、 未完の絵画作品となったのは、バチカン美術館所蔵のキリストの変容で、1514年から1516年頃に描かれた、プラド美術館所蔵のシチリアの苦ンとともに、晩年のラファエロの作風が、セイキルネサンスの次の芸術様式である、マニエリスム様式よりも、さらに後期のバロック様式に近いとされている作品である。ただし、 マニエリスム様式の定義自体が流動的とも言われ、ラファイロの作風とマニエリスム様式の関連性については議論の的となっている。バザーリの著作によれば、ラファイロは50名に及ぶ弟子や女子を要する工房を率いており、工房出身者の多くが後に著名な画家となったとされている。これはバロックキーのいわゆるオールドマスターが単独で経営する工房としては、 最大規模であり、さらにその技術水準も群を抜いていた。ラファエロの工房には、ローマ以外のイタリアの都市で、すでに名声を得ていた画家もおり、このような画家たちは、自身の弟子と共に、一種の下請け工房的な役割を果たしていたと考えられている。絵画作品それ、自体を除いて、ラファエロの工房内で、どのような役割分担がなされていたかに関する記録は、ごくわずかで、 工房で描かれた作品が、どの画家の手によるものなのかを判断することは難しい。ラファエロの弟子ジュリオ・ロマーノ。自画像をもとに制作されたエングレービングである。ラファエロの工房出身者で、最も重要な画家は、ラファエロ死去時に21歳だったローマ出身の、ジュリオ・ロマーノと、フィレンツェで、すでに一人前の画家と認められていた、ジャンフランチェスコ・ペンニである。 この二人はドローイングなど多くのラファエロの遺品を譲られており、短かったとはいえラファエロ死去後の攻房継続に大きな役割を果たした画家だった。ただし、ロマーノと違って、ペンニの画家としての評価は、その後のキャリアのほとんどで、ロマーノの同等以下の共同制作者しか務めていないこともあってそれほど高いものではない。すでに一定の評価を得ていたペリーノ・デルバーガや、 バザーリの著作によると、バチカン宮殿回廊の建築資材運搬人から画家に転職したとされるポリドーロ・ダ・カラバッジオも後に著名な画家となった。ダ・カラバッジオが画家になるきっかけを与えたマツリーノ・ダ・フィレンツェは、その後だ、カラバッジオと共同で絵画制作に当たったが、ペンニと同様に共同制作者の名声の陰に隠れてしまった画家である。ジョバンニ・ダ・ウディーネは、 ラファエロの工房時代にも独立した仕事を任されていた画家で、化粧漆喰装飾とフレスコ壁画の周りのグロテスク装飾の責任者でもあった。ラファエロの死後、その工房に集っていた画家の多くは死産し、中には1527年のローマ略奪時に命を落とした画家もいる。しかしながら、死産したラファエロ工房出身者たちによって、イタリア全土のみならず、 諸外国にまでラファエロの絵画様式が伝播したことは間違いない。バザーリはその著作でラファエロが非常に協調的かつ効率的な工房を経営していたこととパトロンや女子たちの問題点、議論をまとめる驚くべき技量を有していたことを挙げ、ミケランジェロが常にパトロンや女子と仲違いしていたこととは好対象だとしている。 ペンニア・ロマーノといった弟子たちは十分な絵画技術を持っており、絵画作品において優れた弟子が手がけた箇所と、ラファエロ自身が手がけた箇所とを見分けることは難しいこともある。しかしながら、ラファエロのキャリア後期における多くのフレスコ壁画や油彩画は、そのデザイン構成に特筆する点があるのであって、誰が作品に仕上げたかは重要な要素ではない。ラファエロが描いた、 肖像画は、保管状態が適切であれば、細部にわたるまでそのきらめくような色彩を、ラファエロの存命中に失うことはなかった。その他、ラファエロの工房出身者で、名前が知られている芸術家として、画家では、ラファエリーノ、デル・コンレ、アンドレア・サッバティーニ、バルトロメオ・ダ・バニア・カバロ、テレグリノ、アレトゥージ、ヴィンチェンツォ・タマーニ、バッティスタ・ドッシ、トンマーゾ・ヴィンチドール、 ティモテオ・ビティ、彫刻家、建築家では、ロマーノの義兄弟、ロレンツェットラが挙げられる。また、フランドル人がカベルナ・アルト・ファン・オルレーが、ラファエロの弟子だったとする説もあり、ジャンフランチェスコ・ペンニの弟ルカ・ペンにも、ラファエロ工房出身だったとも言われている。サンピエトロ大聖堂の建築責任者だった、ドナト・ブラマンテが1514年に死去し、ラファエロがその後任を命じられた。 しかしながら、ラファエロもサンピエトロ大聖堂が建設中の1520年に死去してしまい、ラファエロが携わった計画の多くは、その死後に変更あるいは廃棄され、最終的にはミケランジェロによる設計が採用されている。このような経緯もあって、サンピエトロ大聖堂に関するラファエロの業績は、数点のドローイングが残っているのみに過ぎない。 ラファエロが計画していたサンピエトロ大聖堂のデザインは最終的に採用された大量の支柱で構成された壮大なデザインよりもはるかに地味であり、ラファエロの死後にサンピエトロ大聖堂の建築責任者となったアントニオ・ダ・サンガル・ロイル・ジョバネは裏路地のようなと評している。このラファエロによるデザインはバチカン宮殿、ラファエロの間、ヘリオドロスの間のフレスコ兵器が ヘリオドロスの神殿からの追放の背景に描かれた神殿とおそらく共通点があると考えられている。ブランコニオデラクイラ宮殿、現存せず。ラファエロはサンピエトロ大聖堂以外にもローマ教皇のごく限られた関係者のためにいくつかの建築物のデザインを手掛け、ローマで最も重要な建築家の一人とみなされるようになった。ローマ教皇ユリウス二世は 新しく水本の大通りを布設したローマ市街の再構築を考えており、数々の宮殿に彩られた華麗な都を夢見ていた。ローマ教皇レオ十世の主席初期間検出時だったジョバンバッティスタ・ブランコニオ・デ・ラクイラのブランコニオ・デ・ラクイラ宮殿はラファエロが設計した建築物の中でも重要なものだったが、16世紀にジャン・ロレンツォ・ベルニーニが設計したサンピエトロ広場の 建設時に取り壊されてしまい、現在では、ファサードと中庭を描いたドローイングが残るのみである。ブランコニオデラクイラ宮殿のファサードは当時としては、異例なほどに華美な装飾がなされていた。3階建ての建物内部も同様で、最上階にはいたいが、中層階には、多くの彫刻がそれぞれ飾られていた。サンタマリアデル・ポポロ教会、キージケ礼拝堂の内部、 ローマ教皇の財務担当だったアゴスティのキージのベッタクビッラ・ファルネジーナの主設計はラファエロが手掛けたものではないが、キージが建てさせたサンタマリア・デル・ポポロ教会のキージ家、礼拝堂の設計と内装はラファエロによるものである。また、レオ10世の主治医の邸宅やコボダ、ブレシア宮殿は、ブラマンテが設計した近隣の宮殿と調和するように、ラファエロがデザインした建物で、 ラファエロ自身もこの宮殿に住んでいたことがあった。ビッラ・マダーマは、後に、ローマ教皇クレメンス7世となるメディチ家出身の、数機教、ジュリオデ・メディチの西洋書としてラファエロが設計し、1518年から丘の中原に建設が開始された、豪奢な邸宅である。この時、イタリア式庭園のルーツとなる三段テラス式の庭園を設計している。 しかしながら、建設途中で、ラファエロが死去したことと、ジュリオ・デ・メディッチが、より瞑想に適した場所を求めて建て直させたため、ラファエロの当初設計通りには建てられていない。最終的な設計計計画は、アントニオ・ダ・サンガロイル・ジョバネが完成させている。未完となったとはいえ、それまでのイタリアでは見られない洗練された、建築物であり、 その後の同種の建物に非常に大きな影響を与えた。当時のローマで唯一近代的な建物で、次世代の建築家アンドレア・パラーディオも、ビッラ・マダーマの詳細なドローイングを残している。ラファエロ自身が住む邸宅として、ローマのリオーネであるレーゴラのジュリア通りに建設を、考えていた、大規模な宮殿の設計書が数点残っている。 ラファエロはこの邸宅の建設地として死去する数年前にテベレ川近くの島を購入していた。古典主義様式のジャイアントオーダーでデザインされた付け柱が全てのファサードに配された2階建て以上の邸宅で個人の邸宅としては空前絶後の規模を持った宮殿と言われるほどの計画だった。ラファエロは1515 15年に ローマ近隣から出土するあらゆる古代美術品に関する総責任者の権限を与えられた。ラファエロは、ローマ教皇レオ10世に古代遺跡の破壊を中止するよう求めた長文の書簡を送り、ローマに存在するあらゆる古代美術品を系統を立てた手法で調査し、記録として残すことを提案している。しかしながら、レオ10世の思惑は、ラファエロとは、 必ずしも一致しておらず、サンピエトロ大聖堂、広場の建築資材として古代ローマの建築物を再利用することを考えていたが、ラファエロの求めに応じて、名文の記録と彫刻作品の保全は受け合った。ビッラ・ファルネジーナ、サンビシンも終作。ラファエロは、西洋美術史上でも、最高のドローイングの技量を持つ、芸術家の一人で、絵画作品や、 建築作品の構成案、修作として多くのドローイングを描いている。ラファエロとほぼ同時代の人物の記録によると、ラファエロが構成を考えるときにはそれまでに自身が描きためた膨大な量のドローイングを床にばらまき、それらのドローイングから人物像を借用して新たな構成案を素早く描き上げていたとされている。バチカン宮殿、ラファエロの間、 署名の間のフレスコ兵器が生体の論議の終作のドローイング40点以上など、ラファエロが描いたドローイングは400点以上が現存している。ラファエロは人物像のポーズや構成を修正しようとする際に複数のドローイングを組み合わせており、現存するわずかに内容の異なるドローイングの数の多さからも、この手法を用いることが、 他の画家に比べて非常に多かったことがわかる。ラファエロの死後1557年にイタリアの美術理論家ルドビコ・ドルチェが書いた著作では、これこそがラファエロが持つ優れた創作力の源である。絵画に物語性を与える手法を常に4内四六通り用意することができ、それぞれが全く異なる手法であると同時に、 どの手法であっても美しさに満ちた素晴らしい出来栄えだったとしている。また、20世紀のイギリス人美術史家ジョン・シャーマンが、ラファエロの芸術について、研究や革新から生まれた作品ではなく、すでに存在する資産を組み合わせたものであるとしている。最終的な構成案が固まると、下絵を実際に制作する作品と同じ大きさに拡大することもよく行われた。 拡大した死体に針で穴を開けて、指示体に貼り付け、その穴に、すすの詰まった袋を押し付けることによって、絵画制作時に、目安となる点線を、示体へと移し取っていった。ラファエロは紙、あるいは漆喰にドローイングを描く際には、展示制作用の尖り筆を他に、例のないほど多用し、死体の輪郭を線ではなくギザギザの引っかき章のような、筆致で描いている。 このような筆致で描かれた下絵は多くのドローイングだけではなくラファエロの間、署名の間のアテナイの学童表面にも見ることができる。ラファエロの工房が最終的に絵画作品に仕上げたラファエロの後期作品も絵画制作そのものよりもデザインたるドローイングの方に手間がかかることが多かった。ラファエロのドローイングの多くはかなり緻密なもので 絵画制作構想の最初期に描かれた下絵であっても、裸体の人物像は精密に描かれており、制作後半のドローイングになるとほとんど完成時の絵画の状態に等しく、陰影表現は、もちろんのこと、時には白の顔料でハイライト処理が施されることもあった。レオナルドやミケランジェロの描いた下絵のドローイングに比べると、ラファエロのドローイングには躍動感や、 力強さが欠けているが芸術的観点からすると非常に高水準なものである。ラファエロはドローイングに扱いの難しい銀筆を頻繁に使用した最後の画家の一人でドローイングに適した最高級の赤、黒のパステルを自由に使用できる立場になっても銀筆を好んで使い続けた。またラファエロはドローイング制作時に 実際の裸体女性をモデルとして使った、最初の芸術家の一人で、死去する数年前から、女性モデルを使い始めている。裸体の男性モデルを務めていたのは、カルゾーニと呼ばれていた弟子で、男性と女性両方の下絵のモデルの役目を果たしていた。ラファエロは自身で版画を制作することはなかったが、版画家、マルカントニオ・ライモン・リとの共同作業で版画を、生産している。 ラファエロがデザインしたドローイングをもとに、ライモンディがエングレービング版画を制作したもので、当時のイタリアで最も有名となった版画の多くが、この二人から生み出された。ラファエロのように地位も名声も確立した画家が、版画に興味を示すのは、稀なことで、同時代の画家としては同じく他の版画家と共同で、版画を制作した、ティーツヤーノしか例がないが、 ティツィアーノによる版画はラファエロほどには成功しなかった。ラファエロとライモンディが制作した版画は15点で、中にはラファエロの絵画作品を版画に移植したものも存在するが、多くの場合ラファエロが版画専用としてドローイングを描き起こしており、これらのドローイングは収作も含めて多くが現存している。ラファエロとライモンディの版画の中でも有名な作品は、 ルクレツやパリスの審判、そして二つのほとんど同じバージョンが存在する幼児虐殺でラファエロの絵画作品を版画化したパルナッスス山とガラテアの勝利もよく知られている。20世紀までイタリア国外ではこのような版画作品を通じてしかラファエロの作品に触れる機会はなかった。バザーリがイル・バビエラと呼んだバビエローカ・ロッチは ラファエロの財産管理補佐を任されていたと考えられており、ラファエロの死後に、ほとんどの版画原版の銅板を入手することによって、版画出版業者として、大きな成功を収めた人物である。ラフォルナリーナ国立古典絵画館所蔵。ラファエロの愛人、マルガリータル・ティと考えられている。ラフェエロは、ボルゴのブラマンテが設計した宮殿のように豪奢な。 カプリーに帝を住居としていた。ラファエロは生涯結婚していないが、1514年に、数奇鏡、メディチ・ビッビエーナの名にあたるマリア・ビッビエーナと、婚約はしている。この婚約は、個人的にも友人だったメディチ・ビッビエーナに押し切られた、結果と考えられており、ラファエロ自身はあまり気乗りがしないものだった。その後、マリア・ビッビエーナは1520年に死去し、 婚礼は行われないままとなっている。一方でラファエロは多くの女性と関係を持っていたと言われており、中でもローマ時代のラファエロに常に寄り添っていたのが、シエナ出身のパン職人、フランチェスコルティの娘、パン屋の娘マルガリータルティである。ラファエロはローマ教皇の近似の地位についており、これは教皇庁内での高い地位と法給を伴うものだった。さらに、 ローマ教皇黄金白爵勲賞を授与され、ナイト爵位も所有していた。バザーリはラファエロが数奇教になるという野望を抱いていたのではないかと推測しており、おそらくローマ教皇レオ十世からそのようなほのめかしがあったこともラファエロが結婚をためらっていた理由の一つではないかと言われている。ローマのパンテオンに安置されたラファエロとマリアビッビエーナの墓、聖母子の彫刻は ロレンツォ・ロッティの作品である。バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝によれば、ラファエロが溶接したのは、正規曜日のことで、この日はおそらく、ラファエロを37歳の誕生日である。マルガリータ・タルティとの過度な情事が原因で熱病に、罹患したが、体調を崩した理由を、主治医に説明しなかったために誤った治療を受けた。 ことが死因だとしているが、異論も多い。直接的な死因はどうであれラファエロの病状は、急速に悪化し、15日間の闘病の末に一時的に、症候状態を取り戻して、臨重の筆跡を受け、最後の国会を行った。後述した遺言には、残される愛人のために基金を設置して、バビエラ出身の忠実な下僕にその基金運用を委託することや、 工房の所蔵物の多くを、ジュリオ・ロマーノとジャン・フランチェスコ・ペンニンに依存することなどが、含まれていた。そして死去した、ラファエロの遺体は、遺言通りに、ローマのパンテオンに埋葬された。ラファエロの葬儀は、多くの弔問客が押し寄せる非常に壮大なものだった。ラファエロの遺体が収められた、大理石の石棺には、ピエトロ・ベンボによる、哀悼誌が二行連で刻まれている。 著名なラファエロをここに眠る。生前には、万物が凌駕されることを恐れ、死ぬ間際には、万物がその死を恐れた。イル・ヒック・エロ・ファイエル、タイム・イット・クオー・サスパイト・ビンチ、レールム・マグナ・パレンス・イ・モリエンテ・モリ、システィーナの聖母・アルテ・マイスター・絵画館所蔵。作品自体の影響力こそミケランジェロに及ばなかった。ものの、ラファエロは、同時代人から高く数敬されていた。 しかしながら、ラファエロの死後主流となった、芸術様式のマニエリスム様式とその後のバロック様式は、ラファエロの芸術とは、正反対の方向へと向かっていった。ドイツ人美術史家、ワルター・フリートレンダーは、ラファエロの死と共に、古典主義たる正規ルネサンスは衰退し始めたとしている。そして、ラファエロは、行き過ぎたマニエリスムを嫌う人々にとって、 理想の存在であると見なされるようになっていった。16世紀半ばにはラファエロが理想的にバランスの取れた画家であるという意見が主流となった。万能とも言えるその才能は全てが完璧で芸術を滑るあらゆる規範に忠実だった。ラファエロに比べるとミケランジェロは偏った天才と言える。男性の羅心像など特有の分野においてミケランジェロは 他者の追随を許さないが、バランスに欠けるところがあり、優雅さや抑制感といった、優れた芸術の真髄とも言える部分が、わずかに欠如している。このような感覚は、ルドビコ・ドルチェやピエトロ・アレティーノのような、ルネサンス人文主義を遵守し続けたものにのみ、備わっているものであり、マニエリスムへと移行したミケランジェロには、理解できない資質だった。バザーリが、 最も尊敬する芸術家はミケランジェロだったが、有害な影響を与える点も見られるとして、賛美一方だった初版とは違って、画家、彫刻家、建築家列伝の第二版では、ミケランジェロに否定的な記述を追加している。ラファエロの作品構成は高く評価、模倣され、構成の芸術アカデミーにおける教育の礎となった。ラファエロの作品が、 最も大きく絵画界に影響を及ぼしたのは、17世紀後半から19世紀にかけてで、その完璧な様式美とバランス感覚が極めて高く評価され、芸術作品分野の優劣を意味するジャンルのヒエラルキーで最高位を占める歴史画分野の第一人者と目された。ロココキのイギリス人画家ジョシュア・レーノルズは、著書、講話で、ラファエロの作品は、 明快かつ厳粛で、威厳ある品格で、最高の画家であり、他者の追随を許さないとし特に、ラファエロのカルトニアフレスコ壁画を高く評価している。この類まれなる才能を持った人物は、礼説、美徳、威厳ある人格で、入念に計算された、作品構成、性格極まりないドローイング、高い神秘眼を備え、さらに他者の構想を理解し、 自身の芸術として昇華する優れた技量を有していた。これらの観点において、ラファエロをしのうぐ芸術家は存在せず、自身が持つ万物に対する観察眼とミケランジェロが持つ力強さ、さらには古代芸術の美しさと簡素さとを融合させることが可能だった。最高の画家は、ラファエロかミケランジェロのどちらであるかという問いには、次のように答えられる。 ラファエロは他の誰よりも芸術におけるあらゆる才能を極めて高い水準でまとめ上げた人物であり疑問の余地なくラファエロが最高の画家と言える。ただしロンギヌスの著書数高》についてによれば人間が持ち得る最高級の才能は他の微点、才能の欠如という犠牲の上に成り立つものだとされている。この観点からすると ミケランジェロの方が優れていると考えることもできるだろう。レのノルズはラファエロのフレスコ画を高く評価し、遺体にはわずかな感傷的見解以外にあまり興味を示さなかったが、19世紀になってからこれらの遺体が高く評価されるようになった。ラファエロが聖母マリアを描いた作品群について1864年生まれのスイス人美術史家。 ハインリヒ・ベルフリンが世界中のどの芸術家よりもこのようなラファエロの作品は大量に再生産され誰もが子供の頃からラファエロの絵画に慣れ親しむようになったと述べている19世紀イングランドのラファエロ全派の芸術家たちはラファエロの作品とラファエロを称賛するレイノルズらを明確に否定しラファエロの悪影響が及ばない時代の芸術作品を 模範とした。この思想に大きな影響を与えていたのは19世紀の美術、評論家、ジョンラス・キンである。西洋芸術の破滅はその部屋から始まっており、いわば非常に優れた才能の持ち主が、この衰退をもたらしたと言える。ラファエローと、その同時代の優れた芸術家たちの作品の完璧な出来栄えと、美しさは、それ以上の、 あらゆる芸術活動を停滞させてしまった。彼ら以降の芸術は思考ではなく、模様を、精緻さよりも美しさを追い求めることしかできなくなった。芸術の衰退の原因として、さらに二つの理由が挙げられる。一つ目は、精神的な問題である。このことを心に刻んでもらいたい。中世ヨーロッパの芸術では、作品制作前の思考試作が最も重要で、 作品の出来栄えは二の次だった。それに対して、現在の芸術は、作品の出来栄えが最重要視されており、思考試作は低く貶められている。何度でも言う、中世芸術においては、真実性が最上であり、見た目の美しさはその下に位置していた。現代芸術とは、正反対なのである。中世芸術の本質は、ラファエロの作品となって結実した。 しかしながら現代芸術の本質はラファエロよりも劣っていると言わざるを得ない。20世紀の著名な美術批評家、バーナード・ベレンソンは、ラファエロを正規ルネサンスで、最も有名で、最も愛された画家であるとしているが、ミケランジェロあるいはレオナルド・ダ・ヴィンチが、正規ルネサンスで最も有名で、愛された画家とみなす研究者もいる。ありがとうございます。